モンテアギラは、シリ共和国、ビオビオ州、ビオビオ県にある町、カブレロというコムーナに内包される。2012年の国勢調査でカブレロの人口は28,145人、モンテアギラの人口は6,574人だった。標高は115メートル。1962年。 または1963年に開通したラマル・モンテ・アギラ・ポルクーラ線という鉄道路線がかつてモンテ・アギラとトゥカペルを結んでいた。モンティ・アグイラはマプチェという名前のスペイン語への翻訳ニアンコ・ママウイダ、エリアのマプチェ族のリーダー、その名前は日本語でワシの森を意味します。市の最初の住民はマプチェのグループでした。彼らのリーダーはニアンコ・ママウイダでした。この人物は 論語という称号を受け取りました。これは、マプチェ語では、ボス、または、遠い意味し、部族の長です。これらの人々は、砂の多い場所に住んでいました。農場が開発された場所で、先住民は拒否されました。1852年に、マプチェ族が追放されました。これは、この地域に植民地を築いた移民が土地を占領していたためです。地理政府命令。 マヌエル・ブルネス・プリエット政府のもと、イタリア、ドイツ、フランスからの入植者のグループがこの地域を占領しました。太平洋戦争中、モンテアギラは電車で輸送される武器や兵士の輸送の拠点となった。年が経つにつれて、町は成長しました。これは主に鉄道の路線のため、過去にモンテアギラとポールクラをつなぎ、また、1905年にアルゼンチンに 直接向かう鉄道が建設され始めましたアンデッサン脈を通じて、市内にはチャルーアの町から供給されているシール茶という電力会社があり、1940年代のこの地域での広範な電化プロセスの後、今日、それは絶えず成長している町です。市はチリ中央共国にあり、 カブレロの南 6km、ユンベルの東 12km とコンセプシオンの東 78km、モンテアギラの高度は 115m 海抜です。チリのような西洋諸国で一般的であるように大多数の宗教はキリスト教です。ユダヤ人、イスラムムはほとんどありません。ありがとうございます。